はい、今回はペーペーの雑談やっていこうと思います。皆さんどうだったでしょうか？しっかり100億円キャンペーンのポイント付与されたでしょうか？ルルカに関してはね、100億円キャンペーンのポイントすべてねしっかりと付与されました。 25,865円になります。シラスさんに関してもしっかりとポイント付与の方がされました。ということでね、昨日までドキドキしていたんですけど、ルルカに関してはしっかりとねポイントの受け取ることができました。ただ今ねツイッターとか荒れてますね。まあ、内容としてはね、ペイペイの100億円キャンペーンでもらえるはずだったポイントっていうのが取り消しされたってものになります。まあ、これはね正直ね予想していました。まあ、なんでかっていうと、自分も動画の方上げてるんですけれど、ポイント付与がね開始しますよっていうお知らせと同時に、取り消しされる場合に関してのお知らせっていうのも上がりました。要は取り消しされるっていうのを発表した時点で、一定数の方っていうのは取り消されるんだろうなっていうのは、まあ、予想できますよね皆さん。それがね思ったよりもかなり拡大してるようですね。なので、まあ、それがツイッターで拡散されてるって状況のようです。まあ、そのね、取り消された内容に関して、一部なものはね、まあ、完全にアウトだなっていうものもありました。複数アカウントに当たるようなものだったりとか、家族のクレジットカードを本人以外が回して使っちゃったとか、まあ、そういうのは、かわいそうではあるんですけれども、そもそもクレジットカードの規約違反とかに当たるんで、仕方ないのかなっていう部分があって、そこはしょうがないかなっていうのあるんですけど、まあ、その他にもね、不正利用一切していないんだけど、ポイント付与されなかったとか、なんかね、高額なポイントだけ取り消しされて、少額のポイントだけ付与されたみたいなコメントがいっぱいありました。ルルカのね個人的な見解なんですけど、今回の取り消しっていうのは保留してるんじゃないのかなって思います。規約とかね、そのお知らせで取り消しされる条件っていうのがいろいろ出てきたんですけれど、中にはすごいね微妙なラインのものが結構あると思います。簡単にポイント数だけとか購入履歴見ただけでは判断できない部分っていうのはいくつかあると思います。それに関してポイントが高額なものに対して、とりあえずわからないものは取り消し処理、向こうからすると保留っていうの扱いになってるんじゃないのかなっていうのが個人的な見解になります。これ適当に言ってるわけではなくて、ツイッターとかの情報を見る限りなんですけれど、一部のポイントは付与されている、なんだけど高額なものに関しては全てアウトになってるみたいな方が結構いたりするんですよ。これっておかしいですよね普通に考えて。まあ、なんでかっていうと、ポイント付与されなかった時点でその方っていうのは不正なことをしてる扱いになってると思います。っていうことは、そのアカウントが停止されるとか、他のポイントも全て没収されるっていうのが当然な流れだと思うんですよ。言ってる方っていうのはアカウントも停止されていない、さらに言うと一部のポイントは付与されるみたいな、そのなんかアンバランスなことが起きてるんですよね。これってどういうことかっていうと、ルルカのね考えだと、ペイペイ側としても判断が難しい部分に関してとりあえず保留しておく、それがね本当に不正していない人であれば、まあとりあえず問い合わせ来るよねみたいな、その問い合わせが来た後にまあ詳しく調べてね、メールとかでねその問い合わせに関してのお話をして、まあ、それでね不正がなさそうだったらポイント付与すれば問題ないし、それでもねペイペイ側の規約に反してるなみたいな方であれば取り消すみたいな、まあ、そういうのをするのに今回のね3日間の付与では足りなくて、とりあえず取り消しっていう扱いで保留してるんじゃないのかなと思います。だからアカウントも残っているし、一部のポイントに関しては付与されてるみたいな、じゃないと普通に考えてね、どう考えてもアカウントがそのまま残っていたりとか、一部のポイントだけが付与されるっておかしいんですよね。今回取り消しされた方、心当たりがない人は絶対にとりあえず問い合わせした方がいいと思います。問い合わせフォームがあるんで、そちらから今回普通に使ったのになんで止まったんですかみたいのを問い合わせするといいと思います。そうしたら多分ペイペイ側から詳細について聞かれると思います。それに関してやましい部分がなかったら正直に答えれば、多分ポイント付与されるんじゃないかなと思います。それでもダメだった場合に関しては、もう本当ねペイペイ側は今後やばいことになるんじゃないかなと思います。今の状況ではツイッターで話してる方々が正しいのか、ペイペイ側の意見が正しいのかっていうのは第三者にはねわからない状況です。なんですけど、こっから先普通であればね問い合わせすると、まあそれに関するね詳しい内容教えてくださいみたいなの聞かれるのに、一方的にね、まあ、ポイント付与しませんよみたいな返ってきたりとかした場合には、まあそれはもうおかしい話にもなるし、とりあえずね今回取り消しポイント付与されなかった方で、アカウントとかが取り消しされた方はもう無理だと思うんだけど、普通に使ってる方は基本的に付与取り消しになってるようなので、諦めずにね問い合わせしてみるといいと思います。ルルカの考えが正しければ、しっかりと相手側に話せばポイント付与されるんじゃないのかなと思います。保留されてる状況でね、これはあくまでねルルカの一見解なので、実際にねどうなるのかっていうのは、まあ、ペイペイ側の対応次第にはなってくると思うんですけれど、まあ、今後もねそういう話が出てきたらいろいろやっていこうかなと思います。まあ、こうやってね盛り上がってる分にはペイペイ側もね下手なことはできないと思います。ここで本当に、ね、少数の方だけがポイント付与されなかったとかになっちゃうと、まあ、声って上がらないんでね、そのまま終わってしまうってことあると思うんだけど、ツイッターとか見てる限りね、かなりの数の方が取り消しされているので、ペイペイ側もしっかりした対応しなきゃいけないと思いますので、まあ、そこにね、乗ってね、皆さんも付与されなかった方はね、しっかりと意見を述べていった方がいいんじゃないのかなと思います。今回はこの辺で終わろうと思います。よろしければチャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。今回も動画の最後まで見ていただいてありがとうございました。